切りマイルームだ。クエスト2、栄光の輝き、 G メダルをゲットせよ。ニャイト、もう無理だニャ。これ以上は体が持たない。プジプジプ、諦めニャイ。絶対 G メダルをゲットするニャ。そこまでして G メダルを。超その気は長すぎる中年。渾身のツッコミが決まった。ニャイトさんの覚悟、恐るべし。アイルーのギリギリライフを生ぬるく見守るモンハン日記ギリギリアイルー村 G ニャスター G。 本日のテーマは G メダルを手に入れるですが、そもそも G メダルとは何ぞや。 G メダルとはアイルーが持つ能力を開花させるもので、 G 級行動が可能となりますが、厳しい条件をクリアしたものしか与えられない勲章なのです。カンペ見えてますよ。それでは続きをご覧ください。俺にも G メダルください。ネコートさん、私があげるものではない。自分の可能性を見つめ、能力を伸ばすことができれば、おのずと G メダルはその胸に輝くだろう。俺の能力、鼻でお蕎麦を食べられるってことかしらね。そうそう、わさびがよりトーンとね。出てけるかーい。っていうか、もうちょっとかっこいい能力あるでしょ。ハンティングとか。全くないと思うよ、ハンティングの能力。プギープ。ニャイトの能力ってキレのあるツッコミだと思うんだけどにゃー。ツッコミかよ。確かに私たちにはできにゃいわよね。鼻の穴にかぼちゃを突っ込むとか。そうそう、俺の鼻に入らないかぼちゃなんて。出てきるかーい。っていうか、そのツッコミじゃないから。ツッコミ違いだから。ほら、うまいねえ、ネコートさん。 G メダルが欲しい。その一心から、ニャイトさんは1ヶ月間ハードなツッコミのトレーニングを続け、そして今、ツッコミの完成形に至ったのだった。今こそ G メダルをもらう時。ネゴータさん、待ってるにゃ。自分の可能性を信じるって難しいことですね。大切なことは、どうしてもやりたいという熱意と諦めない勇気です。いいこと言いますね。だから結婚したい。昼間の砂漠でホットドリンク飲んで、すっきり爽快。砂漠でポカポカ温まるのが一番だよね。ってなんだね。クーラードリンク持っていかんかい。お見事、 G メダル取ったの。あれ、いやいや、これ明らかに G メダルじゃにゃい。しめじだ。そう、しめじメダル似てるな。これでもいいかな。しめじ好きだし。ってなんだよね。似てないわ。いいツッコミですにゃ。才能を伸ばしてゲットせよ、G メダル。皆さんも頑張ってください。それではまた。レッツ狩猟生活 G うぎー。あららら、目がね。